はい、皆さんこんにちは。今日はばかりにという表現について勉強しましょう。ばかりにの前は普通形が入ります。そして、な形容詞名詞現在肯定形の時は、な形容詞の場合はなばかりにまたはであるばかりにと接続します。名詞の場合現在肯定形はであるばかりにという接続になります。まあ、ただしこの普通形が接続すると言いましたが、まあ、大部分はですね、動詞の他形が入ることが多いですね。はい、ばかりに B ですね。ただ A という原因で、ただ A という原因で B という悪い結果になったという、意味に使います。ですからこの B の部分というのはプラスの内容は入りませんね。プラスの内容はね、いい内容はこれは入りません。気をつけてください。入りません。しかもですね、これはどういうことを表すことが多いかというと、まあ、残念な気持ちとか、ね、残念な気持ち、ね、それから、後悔ですね、気持ちとか、まあ、それから後悔ですね、こういう、内容が入ることが多いです、ね。こういう内容で使うことが多いです。はい。ちょっと見てみましょう。ね、例文ですね。彼女はセールスマンの話を疑わなかったばかりに交通の不便な物件を高値で買わされてしまった。まあ、この物件というのは家、不動産ですね。セールスマンの話はね、やっぱりセールスマンは自分の利益のために商品を売りますから、その話の中でね、やっぱり疑わなければなりません。でも彼女は全部信じてしまった。疑わなかったばかりに交通の不便な物件を高値で買わされてしまった。ね、これはまあ残念な気持ちですね。まあ、これはどちらかというと、まあ、これは残念でしょう。かわいそうという感じですね。ああ、かわいそうですね。残念ですね。という感じ。そして今回の次の、ね、次の文見てみましょう。軽い気持ちで野良猫に餌をやったばかりに、うちにたくさんの野良猫が来るようになってしまった。まあ、これは最初ね、猫が一匹来ました。あ、かわいいな、餌をあげました。じゃあ、次の日、ね、その来週、次の日とか、その2日後とかにたくさんの猫が来てしまった。ね。これはちょっと後悔ですよね。これは後悔。自分のその軽い気持ちで、ね、軽い気持ちで野良猫に餌をやった。このことに対して、後悔の気持ちを表しています。はい。で、類似表現でですね、A、せいで B という表現を皆さん勉強したことがあるかもしれません。ね。これは A が原因で B、主にね、この B の部分には良くない、ね、結果が入ります。A、B という結果になった。ね。で、この B の部分は主に良くない結果が入ります。これはですね、このせいでの場合は、何々せいでの場合は、ばかりにと同じように、まあ、良くない結果に使うんですが、まあ、今、さっき言いましたね、ばかりには残念な気持ちとか、後悔の時に使うんですが、主にこういうことによく使うんですが、せいではですね、例えば批判する時とか、ね、批判する時、まあ、それから自分を責めるね、自責、ね、まあ、他人に使えば、批判になるし、自分に使えば自責、自分を批判する自責になります。まあ、こういう時にもこのせいではよく使われます。この批判自責のニュアンスはばかりにではあまりありません。ですからちょっと見てみましょう。よく考えずに就職したせいで、大丈夫ですね。つまらない仕事をすることになった。まあ、これはちょっとね、まあ、自分の最初に、よく考えなかった。このことに対してちょっと自責の気持ちですね。自分が悪かったなと、ね。自分は良くないと、ね、こう批判、自分を批判ですね。している感じが出てきます。そして、よく考えずに就職したばかりに、つまらない仕事をすることになった。これは、まあ、自分を批判する自責というよりは、後悔ですね。後悔のニュアンスが強いですね。ね、まあ、どちらもこの場合だとどちらでもいいんですが、ちょっとニュアンスが違います。で、
このせいでの場合は直接相手とかね、あなたのせいでとか、もしくは自分を入れて自分のせ、な、私のせいでとかで、こう自分を責めるとき、他人を批判するとき、他人を責めるとき、この直接あなたのせいでという言い方できます。ただばかりにの場合はできません。ですからあなたのせいで私の人生はめちゃくちゃだ、こういう言い方はできますね、はい、あなたが悪い、あなたの責任ね、ということで、あなたのせいで私の人生はめちゃくちゃだという言い方はあります。この時であるばかりには、まあ、批判とか自責の用法がありませんので、まあ、あなたであるばかりにという言い方はないです。これはありません、ね、これはありません、気をつけてください。はい、まあ、このばかりにという表現も、まあ、よく使うことがあるので、まあ、ぜひ覚えてください。大丈夫ですか。例文。クーラーをつけたまま寝たばかりに風邪をひいてしまった。彼はその日たまたま当番だったばかりに事件に巻き込まれてしまった。世界にはきれいな水が飲めないばかりに命を落とす子供たちがたくさんいる。当時はお金がなかったばかりに進学を諦めざるを得なかった。会話。営業部の鈴木さん、関連会社に出向させられるんだって。へえ、どうして？会議で来年度の経営方針に反対意見を言ったばかりに部長を怒らせちゃったんだよ。え、たったそれだけのことで？